日本奈良県吉野郡戸塚村七色七色は奈良県吉野郡戸塚村の大技。国勢調査に基づく2015年10月1日、現在の人口は69人、同日現在の面積は11.105056663平方キロメートル。郵便番号は637-1557である。奈良県に所属するものの南側に接する和歌山県との結びつきが強い。 とつか村の南部、とつか渓谷の最南端に位置し、南は和歌山県田辺市と接する。村内では四村区に属する。とつかが地区の南東部を流れ、その右岸を国道168号が通っている。集落は和歌山県境にほど近いところに位置し、とつか右岸に七色集落、左岸に鹿淵集落がある。どちらの集落も、 三福の斜面に形成されている。北は戸塚村桑畑、東は戸塚村、山手谷、南は和歌山県田辺市元宮町上切原、元宮町土小屋、本宮町切畑、西は戸塚村で谷と接する。十二滝は七色の国道168号沿線、和歌山県境から約2トルの地点にある。落差はートル節とメートル節がある。 落差の割に水量が少ないため、水は静かに落ちる。水温は、夏季に訪れた奈良県立都塚川高等学校の生徒が思ったよりもぬるかったと評している。山都市では、在野内路村急流避難12局と開設されている。国道沿いにあるため、自動車で立ち寄りやすいが駐車スペースが狭いという難点がある。滝の前には、黒柳昭派の区比。 とつかわやたがやす人の山形がある。地質的には十二滝北は、日高川大乳の川層に属し、五房萩構造性を挟んで遺は、古代三期のおとなし川大に属する。公立の小中学校に通学する場合、七色全域が、とつかわ第二小学校、とつかわ中学校の学区となる。2013年現在、七色方面からとつかわ中学校へ通学する。 生徒は5人でスクールバスを利用している。小中学生のスクールバスの利用は無料である。なお、戸塚川中学校は寄宿舎を有しており、おやつ代を支払えば入寮できる。七色にはかつて七色小学校があり、1960年時点でに学級の小規模校であった。七色小学校の廃校後は、和歌山県の本宮町立三里小学校へ通学していた。 中学校も和歌山県側へ通学していた。その後、平屋小学校、り立中学校に学区が変更され、学校統合により都津川第二小学校、都津川中学校となった。なお、七色出身のプロ野球選手、浜屋、広次大は、三里小学校、り立中学校の出身である。近世には大和国吉野郡都津川里に属し、 七色村として、幕府領下にあった。関文豪町の村高は十二国余りであるが、元禄豪町、天保豪町では十国に減っている。なお、これより、前の時代には、十津川豪七家村の一つである、東村の一部であったと推定されている。安政四年の記録によれば、七色村の産品は、杉角弱、檜の木角弱、もみつが松差し、杉も見えた、炭。 割りなであった。1873年11月、和歌山県側の土小屋村との間で、境界線を定める協定が締結された。1882年頃の風地別の土地利用は、山林321丁9単余り、まぐさ城12丁9単余り、宅地6単余り、畑4丁3単余り、田2丁6単余りであった。この頃の産品は米、麦、 日々、大豆、小豆、里芋、さつまいもであった。またこの時期に、従来の東組から四村組へ所属が変わっている。町村製の志向時は、南戸塚川村に属したが、その一年後の1890年には、戸塚川村の一大技となった。これは1889年8月に、戸塚川大水害を被り、北海道への集団移住などで十津川里の人口が、 激減したためで、七色でも浸水被害により一軒が流出、三軒が全壊一軒が半壊し、二個が北海道へ移住した。1950年代後半の七色では、イカダシとして生計を立てる家が多く、西松建設がつのダム建設のために七色に事務所と販売を構えていたため、人口は増加傾向にあった。他方で、 国道やダムの整備による木材の河川輸送から陸層への変化、次男や三男の七色からの流出など、地域変容の兆しが見られた。区有林に関する権利は10年以上大技の号を務めなければ得られない、工作運搬用に牛を12頭飼育しているなど、旧体依然とした部分もあった。1959年8月20日、 国道168号の開通式が七色で開催され、奈良県知事の奥田良造と和歌山県知事の小野真嗣が握手を交わす一幕があった。これにより、七色の交通手段がプロペラ船から自動車に変わり、南紀へ日帰りで行けるようになった。また、商業の面では、北の五条と南のシングルが、戸塚川村で証券をめぐってせめぎ合うことになった。 七色高加強1996年4月、観光案内所と特産品販売店を兼ねた、戸塚川路七色が、国道168号沿いに開業した。2005年3月19日、国道168号七色高架橋と、土小屋トンネルが開通し、高架橋北詰めで、テープカットが行われた。2011年9月の台風12号は、戸塚川村にも、 大きな被害を与え、すべての学校が再開するには10月3日までかかった。しかし、道路の崩落で七色から通学することはまだできなかったため、七色公民館に臨時の分教場が開設され7人の児童が通学し、おり、立中学校に通う6人の生徒は、学校近隣のホテルから通学した。2015年7月の台風11号でも、桑畑で、 乗り面崩壊が発生し2ヶ月にわたって通行止めが発生日のダム湖に都線が運行された。総数、個数、または世帯数、人口、七色集落電力は関西電力新宮営業所の管内であり、日常的な買い物には和歌山県田辺市、新宮市へ出かけるか、ネットスーパー、移動販売車を利用する。七色出身のプロ野球選手、浜谷。 広島大は、小学校と高等学校は、和歌山県、中学校は、十津川村に通学し、折り立中在学中は、和歌山県の熊野ベースボールクラブでプレーしていた。テレビ放送は、小間取りケーブルと契約することで視聴することができ、インターネットも、同社と契約すれば接続可能である。関西圏にありながら、東京式アクセントである、 と塚か方言を使用する地域に含まれるが、新宮市からの影響により多少の変化が見られる。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は27人で、産業別では多い順に建設業、医療、福祉、運輸業、郵便業と宿泊業、飲食サービス業が各3人となっている。住民はほとんどと塚か村内に通勤、通学している。 なお同年の農林業センサスによると農林業経営体数は8経営体、高地面積は多が2ヘクタール、畑が1ヘクタールである。1959年時点では水田が2丁余り、畑は4丁余りであった。当時の稲作は戸塚川村の中でも南に位置するという特性から中世の品種を中心とし谷川の水を利用していた。七色集落と 七色高架橋、鹿角淵橋国道168号が整備されるまでは、十津川を利用した周運が交通の中心であった。これは、四村区の中心である平屋から続く道路が、旧街にあり、福音が1メートルほどしかなかったためであり、1880年の統計では、十津川里で最も多い13隻の船を所有する地域であった。 1921年から1959年の国道168号開通までは、新宮と折り立を結ぶプロペラ線が七色に就航していた。七色に路線バスが乗り入れたのは1959年10月22日のことであり、奈良交通、熊野交通、国鉄バスの3社が平屋や義与館で運行開始した。この時は臨時許可であったため、 新宮、田辺方面とは乗り換える必要があった。国鉄バスを引き継いだ西日本 JR バスは2002年3月31日まで7色新宮間を運行していた。2018年現在、7色には奈良交通と戸塚川村営バスが乗り入れており、7色バス停がある。1882年頃には八幡神社、稲荷神社、ソレ社の3つの神社があった。 この時点ではすでに、清隆二は、廃寺となっていた。ありがとうございます。